本編に入りきらなかったいい話、海苔とフルーツは似ている、その理由とは。子供の頃から茅場町で暮らす今野さんにお伺いします。場所から真面目な人が多そうな兜町茅場町エリアですが、本当は株などに失敗して狂ってしまった人がいるのでは。今野さんが知っているイカれた人を教えてください。あの株の町なんで、はい、うちのこう初代は会社で株はやっちゃいけない、おちょっとルールをありまして、はい、うちは株がすごいいい時儲けてはいないですけど、バブルが弾けた後も、はい、独断こう立ち退くこともなく、うん、こう今まで続いてるんですが、はい、株の町だけにあって、はい、茅場町兜町で、はい、そういう狂った人はいっぱいいました、はい、がもう今全員いなくなりました。あこれはうちもなんとなくの、なんかうちの話にするとちょっとあれなんですけど、なんか うちもなんか自慢げに言うんですよね、その父とか祖父とかが、はい、この時代何もやんないのはあの時代はバカだと言われたかもしれないが、よく言われる、うちは何もやってなかったから今あるんだぞみたいな。経営的にも何もやんなかったが苦労してんでしょう。それはあのもしかしたらフルーツもそうかもしれませんけど、はい、海苔業界もそのお中元お歳暮という超巨大、はい、超高価格で売れる市場があったので、はい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 、何もしない方が良かった時代が長かった、はい、ということに確かになっております、はいはい、あすごく似てますね。似てますね、はい、お中元お歳暮にこう頼り切ってた時期がっていうか、まあ、ほぼ頼り切ってましたね、はい、本当に、はい、そのお中元お歳暮の時だけ大黒字で、あと全部赤字で、はい、その瞬間に全部消えるみたいな、はい、だから、まあ、だからまあいっかみたいになっちゃうのが恐ろしいですね、はい、恐ろしいですね、はい、まあ、でも、はい、そのお中元お歳暮のこの凋落に対してもいろんな手を打ってらっしゃって、もいい、もう本当になんとかかんとかこう生き残ろうと思って頑張ってます。私もです。